岡田紅陽は日本の写真家。本名は健次郎。富士山の撮影をライフワークとし、その作品は切手や紙幣にも採用されている。新潟県中尾沼郡中城村に衆議院議員岡田隆松の三男として生まれる。兄に岡田昌平がいる。曽祖父の騎兵、祖父の映像、父の隆松も書画に名を残している。1914年。 早稲田大学予科に入学。友人からカメラを借りて、富士山を撮影したのがライフワークとなる、富士山との付き合い始めという。1918年、早稲田大学法律学科卒。1923年の関東大震災の被害状況を東京府の食卓として撮影。その記録は関東大震災記念写真帳として刊行される。百二十五年、 東京、麻布に写真スタジオを設立。主に山岳写真、風景写真を撮影した。全国の国立公園の撮影にもあたり、海外にも知られた。1940年に富士写真協会を創立。第二次世界大戦の戦災で、ガラス甲板やネガの大部分を失うが、戦後はますます富士山の撮影に没頭した。1950年には、 日本観光写真連盟を設立した。1952年日本写真協会を創設。1972年、77歳で死去。川口湖畔の売焼上先に検証費がある。五千円紙幣銀号券の裏面にある逆さ富士は、岡田光用の作品、湖畔の春をもとに描かれた。千円紙幣銀号券裏面の逆さ富士富士山、邪神家の先駆者と言われる。 富士山を女性になぞらえて、富士子と呼び、富士山を撮った写真は、生涯約38万枚とも40万枚とも言う。1938年発行の50銭紙幣や、5000円、紙幣 d 号券、1000円紙幣 e 号券に、撮影した、富士山を元にした図案が採用された。また、その作品は24種が切手に採用されている。富士山の撮影地としては、 本トスや川口湖畔の産屋が、先、押野村などがことに有名であるが、山独の湖畔から周囲の峠まで至るところで富士山を撮影した。押野村には1915年に初めて訪れ、以後冬の間は押野村の旅館に滞在して、村民と交流を深めつつ、撮影に急しんだ。また、上國式村からの富士山にも定評があった。 1935年5月2日に、モトスコ付近の山の上から撮影した作品、湖畔の春は、5000円紙幣 D 合計及び1000円、紙幣陰合権利面の富士山の元になった。山梨県南鶴郡おしの村では、1997年に記念し、富士こそ我が命を発行した。2004年には、四季の東市の公園内に、岡田光用写真美術館を開館した。 ありがとうございます。